い、どうも、コミです。さて、本日はですね、こちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、テーマはイエティですね。最近ですね、トップクランの中では、イエティはあんま使われなくなっているような印象を受けるような気もするんですけども、実際そんなことは全然なくて、使われているんですよね。ただ、まあ、その代わりといってはなんですが、2月、3月、4月ぐらいの、流行り方っていうのは少し落ち着いてきたところは確かにあって、その理由が、イエティを使いにくいような村の形っていうのがだいぶ出来上がってきたと、そういうところにあるのかなというふうに思います。なんですけども、それを、裏を書いて、ディガホグ使うとか、ラバル使うっていうのはもちろんありだと思うんですよ。なんですが、ちょっと工夫を加えることによって、そういった村でもしっかりイエティで取っていけるというところをね、本日この TH コンプリーターさんのイエティアタックの序盤の入り方、ここのところにもう本当注目しながら動画をお届けしたいと思います。今日合計4本ですね、見てもらいたいと思うんですけども、まずは1本目。こちらですね、ジローさんの撮ってくれてるこのアタックから見ていきたいと思うんですが、基本的にはこれがオーソドックスな、イエティ系の、イエティラッシュ系戦術のパターンになるのかなというふうに思います。動画のね、進行に合わせて見ていきたいんですが、まずはここ、グランドオーデンのオデヒーですね、これを、ステップ1としてやっていきます。これね、結構オーソドックスですね。オデヒーって、なんでこれがいいかっていうと、アーチャークイーンにヒーラーつけたクイヒーと違って、変な方向にね、アーチャークイーンがどんどん歩いていってしまって、プラン崩壊するっていうことがない。まずこれが一個いいのと、射程が長いんですね、こんな感じで。射程が長いので、攻撃を相手から受けずに、どんどん、施設を削っていくことができる。そういう利点があります。で、2つ目は10日弊社ですね。ここ、ステップ2が今出てきましたね。ステップ2という感じで、10日弊社。で、これが、一番の基本の形だと思います。1と2っていう感じですね。で、ここをカットしながら、カットしていきながら、イエティたちを、しっかりとこう中心部に送り込んでいくと。こんなような、プランニングですね。で、クエイクの呪文をなるべく奥側にかけてタウンホールの起動をクエイクではさせないようにする。で、タウンホールにかかってくる、序盤の入りはジャンプで行う。こうすることによって、イエディたちに無駄なね、ダメージが、タウンホールからのダメージが入らないと。ギガインフェルノ結構ダメージ大きいですからね。5体のユニットに毎秒300って、えぐいダメージなんで、こういう風にね、組んでいくっていう呪文の付け方も非常にオーソドックスで勉強になりますね。で、さらにこれ、ロイヤルチャンピオンが今結構いい感じに生きていますよね。これなんでこんな元気かっていうと、その前にですね、ホグライダーがいたからなんですね。10日弊社から出てきたホグ、こいつらが、ガーンとこう中に入ってきますよね。ここに追っかけるようにして、ロイヤルチャンピオンを入れることによって、ホグライダーがロイヤルチャンピオンのこう盾になることによるですね、ロイヤルチャンピオンの延命効果、これが大きいんですね。結構これをできるかどうかで、攻めの伸び方が全然変わってきます。終盤にロイヤルチャンピオンが残っていると、例えば防衛施設が3個、4個あったとしても、それ片っ端からなぎ倒してくれていってしまったりもするぐらい、それぐらいロイヤルチャンピオンの終盤における破壊力って凄まじいものがあるので、序盤でですね、ダメージを食らわされすぎないように、しっかりとですね、ホグで盾にして、ホグを盾にして、進めていく。こういうね、テクニックっていうのも、本当これ、イエティ戦術の基本をものすごい、忠実にかつミスなく、こなした、そんなようなね、アタックだったと思うんで、まずこれを1本目の、オーソドックス、ベーシックな形として見てもらいたいと思います。でですね、それを見てもらった上でなんですけども、見てほしい動画、これから3本いきます。それぞれですね、結構、コツが、盛り込まれているようなアタックになってきますんで、まずはこれ2本目、ランボさんの見ていきましょう。これですね。でですね、今回の、ランボさんのアタックも、グランドオーデンのおでひから始めます。これですね、ステップ1ですね。で、これから見てもらう全部の動画、すべてこのおでひから始まるんですね。で、これは何人も別になんていうんでしょう、おでひがたまたまだったっていうことではなくて、それだけおでひから始めるですね、スタートっていうのが多いんですね。理由はさっき言った通りです。そういうアドバンテージが取りやすい、スタートの切り方なんで、これを使っていくんですね。で、ここ、ステップ2はイエティですね。イエティでカットしていくと。で、大体ですね、最近の防衛って壁際にこういう施設があったりしますね。これを、
イエティが出してくる、ミニイエティ、これで処理していくんですね。イエティマイトって英語では言うんでしたっけ、確かちょっと忘れちゃいましたけど、これで処理していくことによって、この辺のなんていうんですか、区画全部をこうイエティでこう倒していっちゃうわけですよね。でこのカットがあるからこそ、後から出してきたイエティっていうのがしっかりと壁の中にこう入っていく、まあ、こんな風に分かれながらも入っていくという形になるんですね。で、中央にはイエティを張らせながら、両脇には草加兵舎とコウモリという形ですね。今回はこれとあと、バットの呪文、これを使って両脇から攻めていくという感じですね。すりつぶせいってやつですねよくボンクラでボンさんがよく言ってますね。両側からこうすりつぶせいみたいなねあれあの形を作っていくわけですね。はい、というところで、まあ、これもですね、序盤の入り方としてはやっぱりですね、オデヒーから始まるというところで、投下兵士を一発目から出していくんではなくて、イエティを使って壁際の防衛施設までをこう壊し終えた後に、本体のイエティを出していく。まあ、こんな風なね、イエティの、小出しの使い方。まあ、こういう入りもあります。で、この二つはですね、本当にオーソドックスなパターンになってくると思います。まあ、テクニック、茶テクニック なんですけども、イエティで、グランドオーデンのオデヒーパートの逆側、まあ、今回では三次側ですよね、をカットするっていうのは、これは確かにテクニックじゃテクニックなんですよ。イエティをこう2体使ってましたよね、これね、使ってましたので結構多いんですよね。まあ、そこを僕は結構テクニックかなというふうに思ったんですが、まあ、そのため、主力のイエティが減らないようにボーラーがこれいませんよね。イエティこれかける10体持っていってる、まあ、こんなような編成にしておいて、で、イエティの数っていうのをしっかりと中央に、ね、持っていけるような、そんなね、ユニット編成になってます。まあ、コウモリを使うのでね、あんまり霊書館に枠を避けないから、イエティの数で押していくっていう、まあ、考え方もあったのかもしれませんけども、サイドカットにイエティ使う場合には、やっぱ中央のイエティが、薄くならないようにしていく、そこら辺の、ケアっていうのも大事なのかなというふうに思います。さて、3本目、ビンディさんですね。このアタック見ていきたいというふうに思います。で、このアタックに関しては、やっぱりオデヒーから始まります。で、次ですね、イエティを使ってまたカットしていくんですね。ここのところが、グランドオーデンのオデヒーパートで、こう破壊していく。これですね。で、こっちに関しては、まあ、イエティなんですけども、イエティなんですけども、なんとね、ここね、こんな感じでテスラが急に入ってきちゃうんですね。なんで本当はここっていうのはバルーンで、このアチャトを壊してしまった上でもう、そんなにね、広いカットをする必要ないというふうに多分踏んでたんでしょうね。なんですけども、このテスラが入ってきちゃったことによってこのプランが崩れてですね、こんな形でカット不十分な状態になってしまいました。で、こういう場合っていうのをどうするのかっていうね、このね、アイデアがすごいなと思って、まあ、使う場面っていうのはそんなにもしかしたら皆さん多くないかもしれないですが、このアイデアをぜひぜひ見ておいてほしいと思ったんで、これ3本目ビンディさんのアタック、載せていきました。いやーね、これね、これ何ミリあると思います？僕ね、これ、あ、これミスっちゃったかなーっていう風にね、思って見てたんですよね。いつのこともババキンとかがっつりここにね、出していて、カットすんのかなとか思ったら、まあ、めちゃくちゃうまいんですね。もう主力出してるじゃないですか。で、これ、アーチャークイーンなんですね。アーチャークイーンを出していく。で、このアーチャークイーンがじゃあ外に流れちゃうかっていうと、そうじゃないんですね。アーチャークイーンを出した後に出してある、この、崩壊者とキング、こいつらが、外のカットをしてくれることによって、クイーンは、ここをカットし終わった後に中にこう流れて入っていく、こういうね、なんて言うんですか、序盤に、単独クイーンを出すことによって、ターゲットはイエティが取ってくれてるわけじゃないですか、ある程度ね、中心からの防衛のターゲットは。なんでそのイエティたちを盾にしながらアーチャークイーンもまあ多少、怪我はするものの、致命傷は負わずに中央でイエティたちと合流する、こういうね発想で、ちょっとなんていうんですかね、クイヒーならぬクイーンウォークですよね。クイーンウォーク、ヒーラーついてないから本当クイーンウォークだと思うんですけども、アチャクイを歩かせることによってカットしていく。なんちゅうパターンだとね。まあ僕は感心しましたね。これはちょっとすごいなと思いました。まあ、やっぱりサイドカットってアイデアですよね。まあ、パターンとしていくつか覚えておくっていうのも当然まあ大事なんですけど、そういったパターンをいろいろ見ておくことによって、いざね、ここどうしようかなって思った時に、取れるその、
手の引き出しを増やす、まあ、そういうことがやっぱりその結果的にまあアイデアが豊富なプレイヤーになれる、まあ、近道になるとも思うし、うん、やっぱりこういう起点の効いたアタックっていうのは見応えがありますよね、まあ、そんな風に思いました。イエティバットででも最近やっぱ流行ってますね。アーチャークイーンの食い火、これをやっぱりさせないためにシングルインフェルノが多くなってきている。イエティ対策にもこれなってくるんですよね。シングルインフェルノって。なので、シングルインフェルノタワーが増えたところにイエティ使いにくいのかなと思いきや、実は、そこにね、逆にですね、イエティを流し込んでいって、周りズバッとコウモリで、刺していくと。ズバッとコウモリで刺していく。なんか、ポケモンにズバッとコウモリいましたね。別にそういう、ギャグじゃないですけどね。やっていくっていう手もね、あるのかもしれませんね。はい、というところでラストいってみましょう。ラストはですね、これですね。グランドオーデンのオデヒーパートにぜひ注目してもらいたい雪平さんの一撃です。これ、どっから入ると思います？これ。オデヒーをここから展開しましたよね。で、まあ、私の画面がここになってくるからしても分かる通り、イエティね、ここから入れていくんですね。主力のイエティ。ここから、こういう風に。で、ここは、なんとバルーンで処理していくっていう、こういう処理の仕方もあるんだなっていう気がしますよね。両側をオデヒーとバルーンで処理していくんですけども、ですね、綺麗に、6時方面かバルーンで処理し終わって、シングルインフェルノタワーありますよね。こいつね、グランドオーデンのオデヒーだとなかなか相手にしたくないなっていう風な気がするんですけども、実はね、タイミングをしっかり合わせてこうフリーズかけることによってレベル50のグランドオーデンなら折り切れちゃうんですね。で、そうなってくると見てください、これもう完全にイエティたちがタウンホールに向かう道しかないですよね。もうこうなると、これはまあすげえ秀逸と思いましたね。もうびっくりするナイスな、サイドカットを見せてくれたなっていう気がするんですけども、あとはもう、レイジロードを作ってですね、そこにイエティたちを歩かせていくだけという感じですよね。ババキンとアチャクイも中に入って一気に暴れまくると。外周日に関してはロイヤルチャンピオンを少し早めに出してますね。結果でターゲットを取りながらロイヤルチャンピオンが壁の中を撃ち抜いていくと。で、遅ればせながら登場するホグライダーが今度はロイちゃんの盾になって最後まで伸びていくって、まあそんな感じですね。基本形っちゃ基本形かもしれません。グランドオーデンのオデヒープラス、まあ、バルーンであそこをやるっていうのは基本形じゃないかもしれないですね。発展形と自慢十分言ってもいいと思うんですけども、まあ、バルーンの数ですよね。5体6体ぐらいのバルーンを序盤一気に出して、で、壁際のこういうところですね、ここのところ、ちょっとね、今終盤に差し掛かってますけども、カットのところ見てほしいんで、ここのところですね、ここをしっかりとバルーンで折っていって、で手前側に関してはここら辺に関してはガゴとか、あとウィズマって出てたかな、まあ、そういったユニットで、壊していくというね、2つの区画にこう分けてみるような形ですよね。で、そうすることによってしっかりと60方面を潰すことができましたということで、バルーン8体持っていっていて、1、2、3だから、やっぱり合計6体か5体ぐらいですね、60方面に出すことによって、防衛のカットをしたということになりますね。いやー、すごかったですね。やっぱりこういうですね、序盤の入り方、こういったバリエーションっていうのをしっかりと覚えておけば、シングルインフェルノがあるところであっても、グランドオーデン、オデヒーで、突破していけたりするし、あとは、イエティを使ったり、投下弊社を直接出したり、あとは、まあ、バルーンを使ったり、まあ、そんなような形で、グランドオーデンのオデヒーパート、反対側をカットして、一気に中央にイエティをガスンと流していくという感じですね。で、マルチインフェルノとか、ウィズ島なんかが終盤にあまり残らないようであれば、コウモリ使っちゃってもいいし、やっぱそういうのが残ってきて、コウモリ使いにくいなっていう場合であれば、まあ、イエティで滑るんだったらもうレイジジャンプ、クエギ、この辺りに呪文の枠を割いて一気に、カビを無視しながらパワーで押していくという格好にするっていう形ですね。はい、というところでですね、本日イエティ特集をお届けさせていただきました。まあ、言いたかったことはやっぱりどういう風な序盤の展開をするか、まあ、それによってイエティが一見使えなさそうな村に対してもイエティが入ると、で、ね、逆にそこに入ってしまえば狙った
ったところに入れてしまいさえすれば、あとはもうイエティ独壇場みたいなね、そんな村っていうのも少なからずあると思いますので、序盤イエティを入りづらくさせてる村、イエティを得意な方は特に諦めずにですね、どんな風なテクニックを使って序盤展開したらイエティを投入できるかなというところをですね、本日のまあこの動画を参考になんかしてもらいながら、やってみてもらえるとよりね、決まるんじゃないかというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん TH コンプリーターさん、また関西クラクラクラブにも遊びに来てください。お待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。